始まるよ。準備はいいかな？はい、それではですね、一般不法行為の成立要件を、一つずつ見ていくことにいたします。まず、民法709条のですね、一番最初の要件、もう一回確認しておきましょうか。民法の709条ですね、709条とはこれですか、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと、こう規定していて、一番最初の要件としてのこの故意または過失と、ここからでございます。で、これまで見てきましたように、で262ページです。これまで見てきましたように、この故意というのはですね、権利等に対する違法な侵害の発生を認識しながら、それを容認して行為するという、こういう心理状態であると。そうすると、行為というのはどういうものに なってくるのかということですが、ケース244ですね。まず、あれです。A は喧嘩相手の B を殴ったところ、B は怪我をしたと。この場合、まあ、A は、その、なんていうんですか、殴ったら怪我するっていうのは分かってるわけですから、で、行為があると。これも分かりやすいですね。で、ちょっと問題になりますね。いいですね。二重譲渡のケースなんですけども、C は D が、自らの所有の高不動産 F に売却したのを知った上で、D から22譲渡を受け、移転登記も経由した上で、これを G に転売し、移転登記も済ませたということですから、今、第1譲渡があって、第2譲渡があって、これ今 G が持っていて、対抗要件を具備しているので、F はもはや、対抗できないであろうと、こういうことになるわけですね。で、この時 F が C に対して、民法709条の不法行為、で損害賠償請求すること、これ任用されるかということですね。で、これ実はもうすでにやっていてですね、64ページですか、債権侵害のところでケースとして出ている、この、ケース134のこの債権侵害と、特に出てきたケースとですね、同じなんだということでございます。で、ここですと、過失では足らずに故意まで必要で、共同に法制必要であると、こういう議論、こういうまとめ方をしているんですけれども、ちょっと、この点についての裁判所の判決をですね、少し見てみることにしましょうか。昭和30年の、再犯の判決なんですけれども、これ今回のケースに当てはめて書くとこうなりますと。F が D から、F が D から不動産買い受けで登記を経ないうち、C が D から右不動産買い受けて登記をし、これをさらに G に売り渡して登記を経たため、F がその所有権取得を G に対抗することができなくなった場合と。この場合、C が DF 間の売買の事実を知って買い受けたものであっても、それだけでは C に対して不法行為責任を負わないと。こういうものでございます。ということで、知っていただけじゃダメだということを言ってるわけですね。そうすると、二重譲渡の場合、この第二譲り受け人 C ですね。この人の知るべきなのに知っていたという過失では無理だと。で、かつ、知っていたということですから悪意だというだけでは、これだけでは不法行為成立しないというわけですね。で、裁判所が言ってるのもそこまででして、これを先例と見る限りですよ。そうすると、言ってるのは、悪意では足らないというわけですね。じゃあ、どの程度、の、主観的な対応ですか、 C の主観的対応がどの程度のものまで必要とされるのかということでございます。で、まあ、考え方いろいろあると思うんですけれども、一つは、まあ、故意が必要だ、民法790故意と書いてるじゃないかと、だから故意なんだと言ってみたり、それから積極的に、第一譲渡人である F を害する意図、ここまで必要なんだという言い方、あるいはどんな場合であっても住居層を保障されるべきであるから、それが対抗要件の問題として処理すれば足りるのだから不法行為成立しないんだといった考え方まであり得るわけです。つまりここで問題になりますのは、故意、過失、それから悪意と言われるもののこの関係ですね。くどいですが、悪意というのはあれですよ、ある事実を知ってる知らないという意味ですからね。道徳的には善悪とは違いますので、その点はまず注意していただきたいと思います。で、その時に、まあ、どこまで読み込むかなんですよね、結局は。で、民法の709条、さっきも言いましたけれども、これ、故意または過失によって他人の権利またはと書いてるんだから、これ、故意の不法行為でも、過失不法行為でも同じように取り扱ってますね。
しかしながらこの、昭和30年のこの最高裁の判決で考える限りだと、これ、過失二重譲渡の場合ですよ、二重譲渡の不動産の二重譲渡の場合に過失不法行為だとこれは、790条に成立しないんだということですね。で、悪意でもダメだとここまで言ってるわけですね。そうすると、まあ、どこまで同じ話になりますけど、どこまで要件が必要なのか、それともいかなる場合でも二重譲渡の場合だったら不法行為の問題にはならないと、と考えるのかということについては、まあ、ちょっと考え方の枠があるわけですね。ここはそれなりの説得力を持ってですね、理解し、説明を、それぞれの考え方をですね、説明していくしかないと言わざるを得ないわけですけれども、いずれにしても709条、この二重譲渡のケースで分かったと思うんですけれども、709条でこの故意不法行為とね、過失不法行為、条文上並べてるんだけれども、実は個別具体的なケースを、挙げてみると、過失不法行為では、成立しない、債権侵害の場合にね、二重譲渡を代表としたような債権侵害の場合には、過失不法行為ではこれ成立しないんだと、不法行為の要件を満たさないんだという、そういう考え方があり得るということを、まずはここでは挙げておきたいと思います。Oh!